皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日も恒例になりますけれども、ウクライナ紛争について占ってみようかと思っています。まずは、ウクライナ紛争今後どうなるのかをタロットカードで占います。で、次に今日、3月22日ですけど、岸田総理大臣がシークレットでウクライナ訪問しました。なのでロシアと日本の関係をタロットカードで見て、最後にウクライナとロシアの関係をルノルマンカードで見てみたいと思います。では早速タロットカードで占ってみようかと思っています。それではまずはウクライナ紛争、今後どうなるのかをケルト十字で見てみようかと思っています。前回占ったのは1月の後半ですね。だから前回もなかなか解決には至らないみたいな感じで出てます。ただちょっと最近になってね、やっぱりプーチン大統領にも逮捕状が請求されたり、ちょっとねロシア側でもね変化が起こっています。あとね、なんだかんだ言って明日冥王星が、沈黙の惑星と言われる冥王星がね、一旦魚座へ移動しますので、その影響とかねやっぱり受けるかもしれませんし、あと土星がねもう動きましたからね、水瓶座に、嘘です、冥王星は水瓶座に移動します。で、土星が魚座に行きました。なのでね、ちょっとどうなるかっていうので、まずウクライナ紛争の今後を見てみようかなと思います。土星の影響なのかわからないけどね、でも最近になってやっぱりね、海外のね、観光客がね、日本にも結構来るようになりましたよね。結構暖かくなってきましたしね、行楽シーズンにもね、すごいいいシーズンかとは思います。あとね、もうすぐしたら新年度始まりますからね。ではウクライナ紛争今後どうなるのかを見てみておくと思っています。じゃあ近い未来に見てみますね。遠かれるな。結論から言うと、なかなか解決には至らないような感じが出てるかな。ちょっと解説していきますね。今ね、これカップのね、金ナイトなんですよね。感情的にちょっと不安定になってる感じがする、どちら側も。やっぱり1年間ねもう続いてるから、やっぱりメンタルもちょっとね、なかなか集結がないから、もうその戦ってる人たちにももうちょっとメンタルがちょっと危ない感じはするかな。で、どちらも棒の7が出てるんですよね。これ逆位置なんです。今ねそんなにね、どっちが有利とかどっちがっていうことはないけど、ちょっとねどちらもね油断できない状態で、危機的な状態みたいな感じがする。ちょっと守りの体制に入ってますね。冷戦とまではいかないけれども、ちょっと落ち着いてる感じはするけれどね。ちょっと思い切った行動ができないとか、衝突はないけどちょっと難しい状態だなっていうのが出てるかな。
でも近い未来もね、ちょっとペンタクルスのね、キングが出てるんだよね。これも逆位置で出てるんですよね。これもしかして大統領のことかな、ゼレンスキーとか、まあ、プーチンとかもあるけどね。だから、ね、もしくはそれを、その戦、紛争を支持している人とかかな。まあそういう人たちがなんかちょっと悪い影響を受けてるような感じが過去に言われてますね、まだ。だから、それによってなんか長引かせてるような感じはします。今ね、党が荒れてるよね。なんか、今結構ね、今がね、結構、なんだろう、きっかけ的な感じがする。だから、今ね、現状をどう思っているのかっていうのが、だから築き上げてきたことが崩壊してしまうみたいな感じが出てる。だからまあ、プーチン大統領にもね、逮捕状が請求されたでしょう。だからそれによってね、なんか両国、ちょっと今までやってきたことが、なんか破綻してしまうみたいな感じが出てる感じはするかな。なんか突然のアクシデントみたいな意味のカードもあるからね。で、残念なことに近い未来もね、これカップの5の正位置が出てるんですよね。まあこれもね、変化の意味なんだけど、損失とかショックなことがあるとか、悪いことばっかり考えるとか、なんかポジティブに考えられないみたいな感じのカードが出てるんだよね。なんかね、この人後ろのカップを見てないみたいな感じですよね。だから後悔ばっかりしてしまうみたいな感じのカードが出てしまうかな。でもやっぱりね、タイミングがやっぱり良くないっていう思いはあるみたいよ。だからなかなか解決に、まあ、どちらがね勝利するかとかね、なかなかね分からなくなってきてる感じがする。愚者の逆位置が出てるから。しかもね、もうよく来れれるんだよね。だから周囲にしてはね、やっぱりもうね、軍事資金とかのねバランスもね、あとエネルギー悪く軍事資金のね、そのやりくりもね、ちょっとね低下してしまうっていうのもあるし、だからそのエネルギー問題によって、その世界とかの影響にもかなりダメージを与えてるっていうのがかなり出てるんですよね。ペンタクルスの2の逆入れれてます。なんかね、でもなんかね、すごい不安、どちらの国もね、ちょっと不安し、なんかその1年前と比べてはちょっと恐怖な感じ、不安に襲われてる感じはしますよね。もう、だから計画がね、だからもう失敗してるってことだから、だってロシアとかだったら、もう早くウクライナを落とせたっていう期待もあったんでしょ、もともと。でもそれがなんか長引いてしまったってことだから、だから、結局なんかもう計画が崩れていってるような感じがします。でもなんかこれもね、天のね、カップの天のが逆位置割れてるんだよね。だからちょっとね、これもちょっとこれも人とのコミュニケーションっていうこともあって、だからちょっと関係がね、まあ到達的な感じは終結のカードもでもあるんだけど、ちょっとね、願望が実現しないとか成就しないとか、あとまあ国との関係がちょっとさらに悪くなってしまって、ちょっと修復が難しくなるっていう意味のカードになってるんだよね。なんかね、でもちょっとね、アドバイス、救済としては、だから突然の期待できることを、だから、それを大事にしなさいみたいな感じ。だからまあね、突然の他の国からの訪問とかのね、支援とかを、大事に大切に受け取りなさいみたいな感じが出てるかな。まあ日本でもね、だからゼレンスキー大統領と岸田さんと会談してなんか支援するんでしょ、なんか、そういうのもあるからね。まあアドバイスカードがね、女教皇われてる。ちょっとね、もう冷静になってみたらどうみたいな感じで出てるんだけどね。ちょっとこの3ヶ月もなかなか
進展はしないかなとは思うな、全体的に。うん、なんかね、もう疲れてる感じがする。この全体的なカードを見たら。じゃあ次に、日本。日本とロシア、今後どうなるのか。まあね、だから岸田さんがね、ウクライナ訪問したことによってね、やっぱりロシアもね、って思うでしょうねって思うし、だから日本とロシア、ちょっとこれはね、22枚で見てみようかなと思ってます。まあ、ちょっとね、多分反感食らうかもしれないしね。そしたらなんか中国もね、敵 になっちゃうかもしれないし。まあでも前回ね、逮捕状のことを占ってても、そんな早くは捕まるのは難しいんじゃないかと言ってるしね。では日本とロシアどうなるか。はい、では見ていきますね。関係はね、なんか悪化しないような感じで割れてるんだけど、まあ、結果的にはね、吊るし人のカードが割れてる感じがするかな。まあ、これはね、だから試練が克服するとか、苦しい状況から抜け出せるみたいな感じの、奉仕活動みたいな意味のカードがあるよね、ロシア。でもそんなにね、なんか悪化することはないよね、先ほども言ったけど。過去の状態はジャスティスが、正義のカードが出てる。まあ一応なんか法律で守られてるようなことがあったんだと思うし、今の状況がラバーズが出てる。まあなんとか信仰な関係は、まあ上辺らきかもしれないけど、そういう信仰的な関係は続いてるような感じはする。でもやっぱりなんか、女教皇が出てるんよね。だから、まあ今後も冷静にはなるとは思いますよ。沈着な感じで。まあ、日本側からしたらなんかね、あんまりね、ロシアのことを、死神のカードが出てるからね、ちょっとやばいんじゃないのとは思っている感じはする。まあ、ちょっとあまり関わりたくないイメージはあるみたいな感じはする。でも、ロシア側から見たらね、力が出てるからね、なんか、すごい、日本にとってはね、対してはね、まあ印象はね、まあいい感じではなってるかな。まあただね、対策がね、面白いの。レビルが出てるんよね、聖地が。だからなんかロシアの誘惑と、なんか誘惑には騙されないでみたいな感じがする。なんかそういう。ことか、なんかうまい話には騙されないでって、それが罠になりますよみたいな感じで言われてる。だから2つの関係についてはね、なんか全部ね、正一で出てるから面白いよね。まあ死神はだから日本がね、結構ね、ロシアのことを拒否してるような感じは出てる、これには。でも逆にロシア側は日本側に対しては、なんかちょっとオープンな感じで言われてるかな。まあそれはだって法律で守られてることだし、なんか女教皇も出てるから、未来も。だからちょっと、なんか守られてるものはあると思いますよ。だからこの蛇には注意しなさいみたいな感じかな。まあそれによってね、なんか、犠牲が報われるみたいな感じが。でもなんか、到達的なカードは出てるんよね。
でもやっぱりロシアとね、ウクライナの関係があまりやっぱり悪化してる感じはするかな。じゃ最後にウクライナとロシアの関係をルノルマンカードで見てみたいと思います。まあ今度ね、なんかゼレンフスキー大統領のことも占ってみようかなとも思ってはいますけどね。前回だからプーチン占った時は、なんだろう、そんな指名手配はされてるけど逮捕はされないし、強運、まあ強運強いんじゃないって思うけど、ではウクライナとロシア今後関係どうなるのか。だからまあその他の国からの支援によの状況によって変わるんじゃないかとは思うんですけどね。じゃあ見ていきますね。じゃあ、ウクライナが面積小さいんで月にします。月とロシアが太陽にしますね。ジャッジメントかな。審判のカードが出てるな。なんかね、今羅針盤のカードが出てるんよね。だからそれぞれやっぱりね、他の国とのね一応会談とかしてるから、その動きによってどうするかっていうなんか決まりが出てるような感じがする。でもそれが、でもなんか2つの関係、あ、国はちょっと少し落ち着き、だからそれぞれの自分たちの国を守るようなこと感じになりますよ。途中守るし、なんかどちらもなんかね、分かれ道のカードが出てるんよね。未来、遠い未来では。だからなんか他の国からのなんか決断に責められ、何か決断に責められるような感じはするかな。なんか守りの体制に入りの、それぞれね、守りの体制に入りそうな感じはします。だからただね、ウクライナ側がね、なんかねちょっとネガティブなカードばっかり出てるよね。ネズミが出てるんです。だからこれってやっぱりちょっとスパイとか、なんかスパイがいるんじゃないかな、ウクライナ側に。で宿女のカード、これはね、でもね、いい方向に、右の方に向いてるからすごいポジティブな方向になるけど、なんかウクライナ側のなんか中でなんか争いみたいなのが、トラブルが起こりそうな感じはしますけどね。国の中でね。でもロシ、まあ国の中かな、これは。やっぱり国の中でなんかちょっと内乱みたいな感じの、やっぱりスパイの影響なんかな。ロシアはね、なんかちょっとね、今仮面のカードが出てるんよね。マスクのカードが。だからなんかちょっと、本音は言えないみたいな感じ。隠してる、なんか。まあだから中国とかにもなんか、
ごますりみたいな、ごますりっていうか、なんかちょっとごまかしてるような感じがするかな。うん。でも本が出てるんよね、これは。なんかそういう契約的なものもあるし、なんか書類っていうことだ。まあ手紙とはちょっと違うけれども、知識とかっていう意味があるから、なんか知識とか、あります。で、紳士のカードなんだけど、これはね、左を向いてるから、ちょっと後悔してるような感じのカードなんだよね。だからなんか他の国のね、知恵を借りたりするんかな。でもそれが逆になって、なんかその、選択に責められるんかな。うん。この選択肢によって、やっぱりちょっとね、どの国も、両方の国もね、なんかちょっとね、ちょっとマイナスの方に行ってる感じがする。うん。まあ、ジャッジメントが出てるからね。だからちょっと、もう原点に、振り出しに戻りなさいっていう意味のカードだから、だからもう、ね、でもどっちもね、なんか譲らない感じはするよ。うん。気持ちは。まあ、それがね、やっぱり紛争だからね、しょうがないけど、だからこんな感じでね、ちょっと見てみましたんで、ちょっとね、解決と言いまればなかなかいかないかなとは思います。でもなんかちょっとウクライナ側がね、ちょっとね、ちょっと心配になりますよね。まあ、今日なんですけれども、ちょっと軽くフリートークしてみようかなと思っています。まあ、せっかくなので、まあ、宿命と運命についてかな。うん。まあ、聞いたことはあるかと思うんですけれども、まあ、ね、皆さんって、占いも信じる方も信じない方もいらっしゃいますし、まあ占いでもね、いいことしか信じないっていう方もいらっしゃると思うんです。でもなんか一応宿命っていう言葉は聞いたことがあるかと思うんですけれども、まあ例えばですけど、その生年月日とかで調べて、名式、例えば専用性星術とか、四柱推命学とか、あとインド占星術とかあると思うんですけど、そのような学問とかはやっぱり生年月日を使って自分の名式を出して、この年はこんな感じだっていうのを占っていく学問になります。まあ、それは一応ね、まあ人生の青写真みたいなもの。だからそれが宿命って言われてます。まあ宿命といえば、まあ人生の青写真みたいなものになりますね。運命っていうのが、まあ、運命っていうものが、まあその自分で切り開いたことによって、歩み出す人生を運命ということになります。だから例えばね、宿命では、宿命ではだから、まあ、市中指名とかではね、今年はね、最悪な年だったっていう結果にはなってるけれども、でもそれは宿命。だから、でも、今年は最悪な年だったのに、でも今年、言おうか、いいことばっかり起こったよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。だからそういうのは、運命なんですよね。うん。だから自分で切り開いて、開運していったってことだから、それは運命になります。だから、運命、宿命はね、やっぱりね、全く違うんですよね。まあ例えばですけど、まあ人間ってね、生まれ変わりすると思うんですけど、カルマを背負って生まれて変わります。だからそのカルマとかもね、今今世背負って生きているんで、このカルマによって今降りかかっている人生というのも宿命には当てはまるかと思います。だけどこのカルマを解決することによって開運していくっていう、歩み出していくっていうのもは運命になります。だからね、そういう運命はね、自分でね、変えることができるんです。だからそのためには、だからいろいろ直感力とかを上げたり、まあ自分、まあ気づき、自分のね、気づきを発見していくってことが運命を変えていくっていう重要な方法になります。まあ例えばですね、まあ寿命ってよく聞くじゃないですか。まあ例えば宿命ではやっぱり寿命っていうのもね、知ることができるんですよね。まあ水命学とかでもね、あると思うんです。
まあだからこの自分のね状態とかそのままだったらこの年までが寿命ですよっていうこともあるかと思うんですけど、だから今ね結構今の医学とかはね結構医学とか進化してますからね、だから自分でね気づいて病気とか対策をしていけていったらその寿命は伸びることもできるんで、それをね克服して伸ばすっていうのは運命っていうことにもなりますんでね。だからね宿命とかでね、だから例えばね睡眠、まあ例えばだから自分のね宿命知ることもね大事だとは思います。まあ四柱推命とか専用先生術とかインド先生術とかでね調べてみてね、ああってこんな感じなのかって落胆する方もいらっしゃるかもしれません。でもそのことで気づいて開運していけば、うん、運命は変えられますので、ぜひ皆様もいろいろ実践してみてはいかがでしょうか。まあ気づくことが一番なんですけど、まああとね風水っていうのもあります。風水はね環境学ですので、まあその自分で運を開いていく学問ということになります。まあ風水ってね信じない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ前回も言ったと思うんですけど、まあ徳川家康とかも風水を使って東京をね発展させましたのでね、それぐらいの力もありますよ。うん、だからまあ風水でもねいろいろな本ありますけどね、まあそんな西に広いものを置くとかそういうことじゃなくて、まずはね一回ねあの不要なものをいらなくなったものを捨てて、あの掃除してみれば、それも風水の基本になりますのでね、まずはねインテリアをきれいにしてみるのも一つかもしれません。今日はこんな感じでちょっとフリートークしてみましたので、よろしくお願いします。北村でした。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございました。